だった、アメリカ合衆国の弁護士及び政治家で、ウォーターゲート事件の解明に活躍した。ニクソン政権下で1970年6月24日から1973年1月19日まで、第9代アメリカ合衆国保健教育副市長官、1973年1月30日から5月24日まで、第11代アメリカ合衆国国防長官、 1973年5月24日から10月20まで第69代アメリカ合衆国司法長官を務め、その後、報道政権で第24代アメリカ合衆国商務長官を務めた。アメリカ史上4つの閣僚ポストを歴任した唯一の人物であった。1920年7月20日にマサチューセッツ州ボストンで生まれた。 ハーバード大学在学中にハーバードランプーン編集員を務める。卒業後1941年から1945年まで第二次世界大戦をアメリカ合衆国陸軍で勤務し、1947年にハーバード法律大学院から法学院、中英大使、海洋法会にアメリカ代表を歴任。1973年10月にニクソンは、 ウォーターゲート事件特別検察官、アーチボルド・コックスを解任するように、リチャードソン司法長官に命じたが、リチャードソンは、この命令を拒絶し辞職した。その後、ウィリアム・ディ・ラッケルズ・ハウス司法副長官が、命令を行うように依頼されたが、彼も同様に拒絶し辞職した。結局命令は、商務長官のロバート・ボークが実行した。この一件は、 土曜日の夜の虐殺と呼ばれる。ちょうど副大統領、スピロ・アグニューが実職に迫られた最中でもあり、1973年10月8日付のタイム誌の表紙では、アグニューやニクソンと並んでリチャードソンが登場した。1978年には、メアリー・ウッター・ドラスカー公益事業賞を受賞した。ありがとうございます。